それでは13時になりましたので、日本共産党統一教会問題追及チーム第6回の会合をこれから開きたいと思います。ちょっとちなみにこの統一教会問題追及チームのこの看板がですね、テレビに出ると字が間違ってるっていう苦情が時々来るんで、この間テレビ朝日のサンデーモーニングでもなんでこの字を使うのかっていうのが話題になってたらしいので、一応一言言っておきますが、もともと世界キリスト教統一神霊教会、チャーチではなくてアソシエーションっていうか、協力の教で、これ正式名称ですから、忠実に正式名称を我々は使って、宗教の名を借りたカルト集団だということで、この教会の教という字を使わせていただいているということをあえて、文化庁も使ってるそうです。被害者の会も使ってますし、日本キリスト教教団もこちらを使っているということで、別にチャーチを使うのはけしからんというつもりはございませんが、共産党としてはこれを使っていると。で、今日は実際今統一教会の地方議会への浸透というのが非常に深刻になってきているということがあります。で、この点で共産党各地の地方議会で奮闘されているんですけども、今日は実際に統一教会の地方政治への浸透、いろんな問題が起こっているところの議員の方に来ていただいてお話をお聞きするということで進めていきたいというふうに思っています。岡山県議会議員の須磨信子さん、それから旭川市議の野戸谷茂さん、そして鳥取県議の市谷智子さん、お三人お呼びしてますので、よろしくお願いします。ちょっと簡単に言うと、党の国会議員団からは、田村智子政策委員長、井上聡さん、山添拓さん、吉良佳子さん、伊藤岳さん、見えない倉林明子さん、それから、本村信子さん、高橋千鶴子さん、笠井明さん、国田国対委員長、そして事務局長の宮本徹さんが出席を、あと宮本武史、そして塩川さんも参加をしています。たくさん来てますんで、別に緊張しないでいいですから、よろしくお願いしますと、じゃあ最初のそれぞれ10分ぐらいずつ程度お話をしていただいて、で、その上で議員の方から質問するという形で進めたいと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあまずスマスさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。声聞こえてますか？聞こえてます。はい、じゃあよろしくお願いします。大変緊張しておりますけれども、どうぞよろしくお願いします。じゃあ私は資料を送ってるんですけれども、まず家庭教育支援応援のあり方を考えるレジュメと、会のレジュメというのをいろんな会に今、学習会をやってまして、それで使ってるレジュメなんですけれども、それを見ながらちょっと聞いていただけたらと思います。わかりますかね。はい、じゃあ、レジュメ12ページからですので、よろしくお願いします。はい。で、岡山県議会では、2021年、昨年の3月に、まず選択的夫婦別姓に反対する決議というのが、全国でこの法制化が強まる中で反対の決議が、自民党議員を中心に反対の決議が上がりました。これはちょっとレジュメにもないんですけれども、で、その、2021年3月の議会で、日本会議系の団体が出してきた陳情に対して自民党が賛成する形で選択的夫婦別姓に反対する決議が上がり、で、その直後の21年の4月28日に、自民党県議団から岡山県家庭教育応援条例の案として各会派に提案がされて、これをこの条例化に向けて取り組みたいので、ぜひ検討していただきたいということで自民党からありました。で、その自民党県議団の中でも中心になっているメンバーが、その選択で夫婦別姓の時にも本気になってた右派の塊みたいなのが多少いまして、そのチームだったんで、これはきっと怪しいものに違いないという匂いを感じてですね、何も知りませんでしたけれども、そこからの戦いで勉強するな、中身を勉強する中で、
これはちょっと気持ち悪いものだなというのが分かりました。分かってきて。で、そういう、勉強会をする中で、自主的にいらないよ家庭教育応援条例っていう、会が結成されました。これは、共産党員では全くない、民主系の人たちとか、本当市民活動家の人が作った会なんですけれども、でその会もできて、私たち自身も勉強する中で、この条例に対するパブリックコメントを県議会が実施して、市町村から9件、県民から502件と過去最高のコメント数も上がるなど、まあ、7割が反対。で、1割が強烈な賛成で、すごく右翼的な戦前戻れみたいな、コメントも一部にありましたけれども、まあ、基本的には、7割が反対のパブコメが、集中され反対運動も大きく盛り上がっていく状況にありました。うん、で、8月7日には、岡山弁護士会の会長も務めておられる則武、徹弁護士に、これは先日の報道特集にも出られてましたけども、弁護士の講演をもらったり、弁護士会は反対の意見書を提出をしていただいたりということで、運動も起きました。で、年明けの1月12日には、いらないよの署名行動で、22,343 筆、反対署名も提出をし、それはテレビでも大きく報道されました。で、その後、1月から3月まで、議会に議員が集まるたんびに、抗議、スタンディングが、議会と周りを取り囲むと。プラスター持って取り囲む。こんな、スタンディング行動も起きました。で、本田由紀さんの、学習会を企画したり、してきたんですけれども、まあ、結局、3月18日に、自民、公明の賛成で、民主、県民、クラブ、共産党が反対し、採決されるといういきさつです。で、まあ、今後の運動としては、市町村で、実施の具体化はさせない流れを取り組もうということで、まあその後も学習をしたり、私たちも先行してやっている茨城県視察に行ったり、またしていました。で、その後ですね、統一教会との関わりが、やっとその時点で、安倍さんの問題が起きて以降に、統一教会との関わりが初めて分かってくるまでは、まあ、そこ分からないまま運動を進めてきたわけです。で、参議院選挙後、そのことが分かってきて、で、ちょうど7月17日に、いらないよ主催の学習会で山口智美教授の話も聞いて、まあ、山口教授は、以前から統一教会と家庭教育応援条例が深く関わっているってことを、すごく研究されていて、で、本当に私たちもびっくりして、で、それからいろいろ調べ出して、今に至るという状況です。で、具体的には、それで調べ出して分かってきたので、具体的に言いますと、一つは、資料に、あると思うんですけれども、自民党の、県会議員の畑洋二さんという議員がいらっしゃるんです。その人のブログで、2018年の11月3日に、平和大使協議会、まあ、いわゆる旧統一教会系団体と言われる平和大使協議会の主催で講演が岡山県で行われてます。で、そのテーマが家庭を支援する条例制定に取り組もうというものでした。資料にもこう入れてると思うんですけれども。で、その中で家庭を支援する条例制定に取り組もうという講演を受けて、大変感銘を受けて、意義ある。学習会に参加したってブログが書かれてあって、で、多分、この時期に、統一教会が、そういう家庭教育応援条例を制定しようって、地方自治会、自治体にあちこち学習会に行ってる話があって、岡山でもやってるはずだっていう話があって、調べていってこれが見つかったと。まあ、証拠としてはこれが唯一なんですけども、多分、何人かの県会議員がそこに行っていたんだろうと。で、そこから準備を始めてきたんだろうなというふうに推察できます。で、今年に入って条例が制定、岡山県の条例が制定後、世界日報の記事に、
その中心になって、文教委員会の委員長でも当時あって、家庭教育応援条例の制定に一番熱心だった福島京子県議。彼女が、世界日報にインタビュー記事、かなりボリュームのあるインタビュー記事を載せるということで、もうこれはいよいよもう、真っ黒なんだなということが分かってきました。で、この、世界日報のインタビュー記事の、中で、その記者が、その世界日報の記者が、条例に反対運動が起きても、子供のために絶対やっておいると信念を貫き通した、肝っ玉母ちゃんのこの人をこうテーマに持ち上げるような記事になっています。で、そうかというふうに、分かってきました。で、資料、今日の皆さんに出した資料にはない、ちょっとあまりにもボリュームがあって、お送りしてないんですけれども、もう一つこの福島京子さんの話で、分かってきたことがあって、この2022年4月、この4月に、今年の4月に、自民党を中心とした地方議員全国100人を集めるセミナー、全国地方議員研修会という、どこでもありそうな名前の研修会が行われていて、その講師に、八木秀治、新しい教科書を作る会の役員の八木秀治さんと高橋史郎という、親学の親玉の人が、講演をしているんです。で、その二人の講演の後に、特別スピーチという形で、青山周平衆議院議員と、その後に、実例報告ということで、岡山県の福島京子県会議員が、講演をしていると。で、その講演が、ただの事例発表じゃなくて、岡山県のこの条例を成立が、素晴らしいと。で、全国もそれに続けというような中身の、プログラムがあったんだというのが、ネットの、この人だった。で、出されていました。で、その、セミナーそのもの、その研修会そのものの、セミナー参加費振込先が平和大使協議会だっていうことも、この資料には書いてあって、随分ボリュームのある資料なんですけども。まあ、要は、地方議員が旧統一教会系セミナーで、こういう家庭教育応援条例をしっかり取り組もうというのを、この4月にやっているということも分かってきました。ということで、10分経ったんですけれども、そういう状況です。はい。それで、今後、最後ですけど、今後、岡山県としては、いらないような皆さんとともに、また私たちの民主団体にいろんな団体とも協力して、この家庭教育応援条例の、廃止の、条例廃止に向けた署名行動や、運動に発展させようというふうに今考えて勉強会も企画しています。以上です。はい、ありがとうございました。ちょっと確認なんですけど、さっきの話の中にあった地方議員の研修会の会費の振込先が平和大使、協議会。はい、はい。これは井出金蔵さんという方が、今年の8月28日に、公表されている研究で、ネットで見つけたんですけども、いろいろ検索してたら。で、この人がいろいろ、すごく、研究されていて、その発表されてました。はい。はい。はい、ありがとうございました。質問はちょっと後で、また、じゃあ、取りたいと思います。じゃあ、野手矢茂さん、旭川市会議員の野手矢さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。旭川の方でですね、まあ、統一教会の旭川の動きと戦いについてということで、特に家庭教育支援を掲げながらですね、まあ、その他も含めていろんな市民団体の中に深く浸透しているという状況について報告したいと思います。で、一つは、まあ、運動の母体、これはほとんど統一教会だったろうというふうに思います。資料は発言の中身と、ですね、相関図、それですね。それらが分かりやすいと思います。で、日本会議とですね、旧統一教会が、家庭教育支援条例の制定を目論んで、2020年、ちょうど2年前になりますが、8月23日に、家庭教育
ックを支援する会を立ち上げました。まあ、以下支援する会と言いますが、設立人部の代表はですね、日本会議上川協議会の落合博史代表、それから事務局は世界平和統一家庭連合旭川家庭協会の万代秀樹総務部長、これが担っていました。でその2020年当時7月から8月頃にかけて各界を回ってまして、旭川市議会の各会派にも回ってきました。うちにはですね8月7日11時頃メモがありましたので、会派の控室に来訪して私と石川議員が対応しました。まあ、その時にですね落合さん万代さんそれぞれ名刺交換して、まあ、普通その準備会の名刺だけでは何者かわからないので、普段はお仕事とか何されてますかと聞いたらですね、おもむろにそこの総監図にあるような名刺を出してきた、総務部長というものと、それから落合さんの方は会社 あの名刺でしたが、あのモラロジー、まあ右翼の中心思想ですけど、そのモラロジーの旭川の代表とか北海道の何とか中名刺もくれました。それでまあその場で、まあ、家庭教育の支援ということ自体が怪しいよってことは分かってたんですが、まさか統一教会が絡んでるってことは分かりませんでしたので、その2年前にわざわざ名刺をくれたということで、ああということで分かってしまいました。で総監図にもあるようにですね、現在は自民党の衆議院議員の東邦夫、これが会長になっている、それから今津博介市長が顧問に就任しています。で旭川市の市民活動の情報サイト団体登録ですね、これは今年の8月9日までは代表事務局とも、その万代秀樹氏総務部長さん、旧統一教会10日以降はですね、代表が東邦吉、事務局が非公開に変わってしまいました。で旧統一教会がこの運動の推進母体だということはですね、まあ登録サイト見ても自民党と議員とも密接だということは明らかだなと思います。それから統一教会と自民党の癒着ぶりについてです。で自民党の東邦吉衆議院議員は北海道新聞のアンケートには、統一教会との関係は分からないとか確認できないとおっしゃっております。で総監図見ていただければ分かるように、2021年の衆議院選挙では小選挙区北海道6区の東邦吉選対に証言がいろいろ来てますが、2条11丁目から来た異様な人たちが4人くらい電話かけに来ていた。もう一つは毎朝万代さんの車でおばちゃんたち3、4人を運んできて夜迎えに来ていた、こういう証言があります。で万代さん左の名刺のある通りですから、まあ、それらの関係が明確だと。しかも共産党の私に名刺くれるのにですね、東衆議院議員が知らないわけがないということだと思います。その時の東センターの女性部のシフト表がそこに載っていますが、ちょっと相関図が小さすぎて見えませんが、実はその名前の欄に平和連合誰々と記載が至るところに見られます。ですから、まあ、間違いなく選挙で応援していたなということが分かります。まあ、これは元データがないので表には出していないんですが、実はネット上は出回ってます、このシフト表自体が。それから今旭川地区委員会の中には統一教会対策チームを立ち上げました。で東氏の道議会議員時代の政務活動費を調査してます、増田紀子さんに協力してもらって、そこで日韓トンネルの出張費、それから地方議員連絡会議の研修会の参加費、まあ、これらはどれもですね統一教会の関係組織で、地方議員連絡会議の代表世話人は静岡県議の藤曲さん、それから世話人には東さんも入っているということなので、間違いなく関係が分かると。しかも日韓トンネルの方の領収書はですね、ハッピーワールドが発行しています。なのでもう逃れられないと思います。これは赤旗のスクープにしようと思ってましたが、今日なんか、メディアも入ってるっていうんでまずいなと思って喋ってますけれど、実は内緒のつもりだったんですが言ってしまいました。それから自民党との癒着姿勢の受け入れ化のことですが、昨年9月から自民党の今津博介市長になった、まあ、就任当初からですね、いじめ問題についての教育委員会や第三者委員会に政治介入したりとか、それから政教分離に反して護国神社に参拝したりとか、自衛隊の住民基本台帳の閲覧、これまでは書き写しだったのが、
今年度からは名簿紙で提供するというものに変わった。それから日本政府に核兵器禁止条約の署名批准を求める署名にはサインしないなどですね、姿勢は大きく、変わってしまいました。経過したと思います。で、前の選挙の時、今津博介市長は前に出て落ちてるんですが、その時には家庭教育支援条例の制定は入っていませんでした。今回公約として掲げられた。だから2年前のこの運動が始まって、それ以降関係ができたと思われます。それから条例、提案させない草の根の運動が必要だなというふうに思ってるんですが、支援する会が2年前に活動を開始して、家庭教育支援条例を制定する草の根の運動、これを展開してきたんですよね。で、教育関係者の講演会とか意見交換会とか多数開催しています。で、この運動はですね、教育関係者とか市民活動に深く入り込んでるなと思われます。で、私どもも日本共産党の旭川地区委員会と各市民団体が力を合わせまして、2年前にですね、統一教会も入ってこの運動が始まったっていうんで、慌てて、1ヶ月ずれた9月からですね、旭川家庭教育支援のあり方を考える会を立ち上げて、今回まで5回の学習会に取り組んでいます。8月11日の第5弾学習会では、私が家庭教育、旭川の状況について、それから今日お話になった岡山県議会議員のスマスさんが、岡山の反対運動とかについてです、ね、講演していただきまして、これは30人ぐらい、50人ぐらい参加するということができました。なので、この条例を出させないと、出たら数の力ですから、出させない草の根の運動というのをですね、こちらも展開する必要があるなというふうに考えています。で、今後ですね、この秋に文科省が各自治体に行わせようとしている家庭教育支援アンケート、これをですね、各自治体に共有させない、内容についても縛らせない、その戦いが必要になってるんじゃないかなというふうに思っています。おっとり刀でアンケート取って、家庭教育支援するのは良いことだと。だから条例や法律が必要だということに誘導しようとしているという可能性が強いですので、ここが一つの戦いになるなというふうに思ってます。で、行政との関係についてなんですが、この家庭教育についても旧統一教会が主導しているということはもう明確なので、行政との関係を断絶させるということが必要です。で、8月24日の市議会の経済文教常任会では、旭川家庭教育を支援する会から5月7日に行った学習会、これに、静岡県議の藤曲県議が講師になって、教育委員会が講演したと。後押した問題を追及しました。で、社会教育部長らはですね、今後は慎重に対応するということとか、場合によっては事後でも取り消すということも判断していきたいというふうに言っています。いずれにしても統一教会の考え方、家庭教育のあり方を市政に持ち込ませてはならないということを明確に宣言すべきだということを迫った中で、今後は厳格に対応するという答弁も引き出しています。それから先週はですね、今津博介市長が自らが統一教会に3回訪問していったということを明らかにしました。前回負けた時の選挙の後、今回去年の勝った時の選挙の前と後で言ってますから、その時に支援条例作ろうという動きに自分もなったと、公約に掲げたということはですね、経過から見ても明らかだと思います。で、昨日実は、日本共産党市議団として今津市長に緊急要請を行ってます。他のこともありましたが、最後にその統一教会との関係も、市長だけでなく、市の関連団体も含めて関係を断ちなさいと、それから全部調査しなさいと、これまでの関係ですね、いうことを申し入れています。で、しかも社会福祉協議会に統一教会から寄付があったということもこちらで指摘しましたので、他の関連団体も全部調べれということを今言っています。で、最後にしますが、小選挙区北海道6区とですね、旭川市長、これはこの間野党共闘が成立していました。ずっと処理してきたんですね。衆議院は立憲民主の佐々木隆弘さん、市長は西川正人さんが4回当選していますから、最初のうちは共産党支援してませんが、後半2回は支持するとか支援するという形で一緒にやってきました。で、2019年の市長選挙、衆議院選挙、それぞれ、で、自民が奪還するということのためにですね、なりふり構わず
何でも利用するという立場で草の根のハンド運動を展開してきたんじゃないかな。その一つが家庭教育支援だったと思われます。特に異様だったのは NHK 党の小選挙区の候補、これはほとんど県庁所在地から出馬しているんですね、小選挙区について。なのに北海道だけは6区だけに出馬しました。でこの N 党の選挙カーからはですね、いじめ問題だけを叫んで西川雅人候補前市長ですが、このネガティブキャンペーンに終始しました。だからいろんなところで手をつなぎながらですね、自民党が選挙のために統一教会もさまざまな右翼勢力とも協力し合ってきたということが明らかじゃないかなというふうに思ってます、まあ、時間なのでやめます。はい、ありがとうございました、質問また後でしたいと思います。じゃあ、鳥取の市谷県議、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと鳥取県内では、まあ、現職の県議も、たくさんあるっていうのまた後で紹介しますけど、各種地方選挙の補欠選挙とかなどで、統一教会の会員の人が議員になってるっていうことが途中途中今までも耳にはしていました。でちょっと私が特に関心を深くしたのは11月20日に鳥取市議会議員選挙があるんですけども、まあ、新人候補で統一教会の会員の方が選挙に出るっていうことで、非常にこの統一教会の会員の方たちって地域活動に貢献してたりする面があっていい人じゃないかとかいうことでちょっと市民権を得ているようなところがあって非常にこれ危機感を持って感じてたところに例の安倍さんの事件があってちょっと私たちも改めて調査をしていったということになっていきました。それでちょっとすいません資料この会議に送ってないんですけどもちょっとこういうね教会の会場で教会の建物の中で6000人なんか会員が集まったっていう、まあ、集会勝利集会っていうのがあるんですけど、これ今もネットからは削除されてるんですけど、この写真の中に県会議員が写真で見る限りで3人確認できてます。からちょっとこれ鳥取県で一番大きいホールで2000人入るホールなんですけど、ここも満席になってて、これ2018年なんですけども3000名っていう、まあ、ことで、ここに3000人じゃないんだろうなとは思うんですけれども、会場いっぱいになるような、まあ、集会が開かれてて、ちょっと写真では確認できなかったんですけど、前列に来賓がいまして、ここに町長だとか、から県会議員がいるっていうのがなんとなくこう見えるというようなことがありました。それで、から、小池さんも報道1930で一緒されたね、石破さんがですね、以前、世界日報の元社長さんから10万円の献金をもらってたっていうようなことで、まあ、これも鈴木エイトさんが、いろいろ、ネット上でも紹介もされてたと思うんですけれども、結構、県内の県会議員なども、絡んでるなっていうことで、8月8日に自民党の鳥取県連に関係を断つことや、まあ、徹底的な調査や県民に対する説明をすべきだっていうことで申し入れをしました。でその時にまあ、マスコミさんにも来ていただいたりしたんですけども、そうするとマスコミさんの中からもさっきちょっと私が紹介した統一教会の集会の中に議員や自治体関係者がいるの分かるよって言われて、いうお話がありました。で、その後ですね、私たちもずっと調査してたんですけれども、先日ですね、地元の日本海新聞さんが全部の県会議員に、関係があったかどうかっていうようなことで調査を、しました。そうするとですね、ちょっとごめんなさい、これ日本海新聞なんですけど、青く塗ってあるのが全部自民党議員で関係がある人なんですけど、鳥取県議会は定数35で自民党の議員が19名で、その19名の自民党議員のうち、まあ、自ら何らかの関係をしたことがあるっていうのが11人っていうことで、自民党県議の
半数以上が、関係したことがあるっていうことを、認めたということで、大きく、報道されました。で、中には、選挙応援を受けたって言ってる県議会議員も、あります。それから、翌日の、9月4日の日本海市、朝日新聞ですけれども、これにも、各都道府県議員、会議員が関係してるのっていうので、地図に色がついてるんですけど、鳥取県の色がすごく濃くて、で、記事を読みますと、全国で3番目に、県議会議員が関与してるっていうことで、これ自らが認めた人なんですけれども、非常に高い比率で、3割ですね。県議会議員全体でいくと3割の、議員で全部自民党なんですけれども、関与したことがあるということです。それから、文春オンラインとか、報道1930でも8月25日に、これも報道されてるんですけども、全国の、教会で、献金、統一教会のその献金のノルマ達成率っていうので、鳥取県は全国で9番目、131.5% っていうことで、非常に献金のノルマ達成率が高いということで、これは、もう相当浸透してるなということで、で、先日はですね、9月5日に鳥取県議会議長宛てに、これは深刻なことだということで、徹底的に解明しなければ、これは関係断絶っていうことにはなり得ないっていうことで、申し入れもさせてもらいました。で、その時に、つけた資料もあるんですけど、例えば、ちょっと見えないかもしれませんけど、これ自民党の県会議員が、統一教会の集会に出てて、演台に教会のマークがついてる、その演台でですね、来賓挨拶をしてると。で、こういうのが県議会議員のブログで、ちゃんと写真入りで紹介をされているとか、それから、あとは、アフターコロナを考えるっていうことでの集会なんですけど、これ鳥取県の米子市で開かれた集会なんですけど、さっき紹介があった家庭教育の、統一教会の、考え方の支柱になっているの高橋史郎さん、これを呼んでの基調講演があって、シンポジウムなんですけども、家庭教育について語り合うっていうことで、赤澤衆議院議員、前立参議院議員、それから伊木米子市長、で、米子の伊木米子市長はですね、2回統一教会の、集会で来賓挨拶したっていうことを自ら認めてます。それから鳥取県の子育て人材局長、県の局長もですね、この家庭教育を語り合うというところに参加をしているということで、県議会議員も参加したり、米子の市会議員も参加しているっていうことです。それから、あと、ちょっと世界日報に、鳥取県の、日韓トンネル、この集会が大きく開かれたっていうことも報道されてたっていうのを、ネット上、知りまして、いろいろ調べていくと、もう今は、やめておられますけれども、県議会議員の人が、この日韓トンネルの鳥取県の集まりに、他の県会議員から誘われて、自分は参加しましたっていうことを自分のブログにまたこれ書いてるっていうことで、結構古くから県議会議員がこの統一教会と絡んでるっていうのがだんだん分かってきました。それからあと鳥取県の子育て応援隊っていうことで、子育てを応援しようっていう団体が鳥取県に登録をされてるんですけれども、その中に真の家庭運動推進鳥取協議会、これも統一教会系の団体なんですけれども、鳥取の子育て応援をする団体の登録にそういう統一教会が入っているということ、それからさらにですね、今回県議会に申し入れするっていうことで政務活動費をちょっと全部は見れなかったんですけれども、統一教会の集会に出てる県会議員の政務活動費を見てみましたらですね、鳥取県平和大使協議会、これ議長が西川さんっていう県会議員が議長までしてるんですけれども、その集会に梶栗正義さんが講演に来ていて、そこの参加費を払っているとか、
それから鳥取県家庭教育支援推進条推進委員会、その代表が米子の統一教会の会員である米子市会議員が代表で、そこが領収しましたっていう領収書で、また高橋志良氏が講演をしている家庭教育の必要性についての勉強会、これも政務活動費を使って参加をしてたり、あと日韓トンネルの会合にも政務活動費を使って参加をしているというようなことも分かってきました。それからですね、ちょっとその家庭教育の関係なんですけれども、鳥取県には家庭教育推進条例っていうのはないんですけど、今ある子育て王国鳥取条例の中に保護者の役割っていうことで、わざわざですね、保護者は自らが子育てについての第一義責任を有することを自覚して、子どもを大切にし、子どもに生活に必要な習慣を身につけさせる、そういう努力を保護者はしなければならない努力義務っていうことで書かれてます。で、家庭教育っていう言い方じゃないんですけど、これは改悪された教育基本法の家庭教育とほぼ同じような内容が入っていてですね、すでに教育委員会の方で家庭教育っていう取り組みがされてます。それで家庭教育はすべての教育の出発点ですっていうことで、生活習慣身につけましょうとか、家族の時間を作りましょうっていうようなことを、PTA なんかを通じてですね、いろいろ研修会をやるということなんです。で、中身見るとなんだか一見とても普通なように思うんですけれども、結局行政の仕事っていうのは、そういうなかなかね、家庭で時間が持てない状況のを保障するために行政っていうのは役割をするのであって、家庭教育はこうあるべきっていうようなことを行政がやってるっていうことは非常に根本的に大問題だなっていうふうに思います。で、条例はないんですけれど、実際にはやられていて、で、条例を作る推進の会議が、作られてもいるんですけれども、鳥取県はすでにこういうことをやってるから、今の条例の中で やれるじゃないかっていう意見が、そのいわゆる統一教会に関わってる県会議員からも言葉が出てたりしますので、これ本当にね、改めて目を向けて見直しを求めていく必要があるなっていうふうに思ってます。以上です。はい、ありがとうございました。それではちょっと議員の方から、国会の方から質問。ちょっと僕石谷さんにね聞きたいんですけど、今回の参議院選挙で、井上義行氏の、得票が増えた、顕著に増えた自治体っていうのがリストアップされてるんですけど、その中に鳥取が結構多いんですよね。そうですね、で、鳥取市とか、あとその智頭町とか、三笹町、で、これはやっぱりこうかなり、やっぱり今回統一教会の影響で、こういう自治体では井上義行氏の得票が大幅に増えてるのかなっていうふうに想像できるんですけど、そういったことについて何か。そうですね、智頭町はさっき鳥取県の平和大使協議会の議長をしているのが智頭選出の県議会議員で、西川則夫さんという県議会議員ですし、以前の智頭町長さんも集会に参加をしたり関わってるっていうことが言われておりまして、智頭町はそういうことがあります。から鳥取市選出の県会議員が何人か、さっき の統一教会の、マークの入った演台で喋ってた県会議員は鳥取市選出の県会議員になりますし、三朝町も、2名の、町議会議員が統一教会員だっていうことで、これも最近分かってきたんですけれども、いるんです。ですから地方議員の中にやっぱり統一教会に関わる人や統一教会員が議員になってるっていうことでのことじゃないかなっていうのが見て取れます。倉吉でもなんかそういう話があるって聞いたんですけども。倉吉も補欠選挙で女性なんですけれども、市議会の議員になりまして、で今1名います。統一教会員の議員がいます。それはもう統一教会員であるってことを名乗ってるっていうか、みんな周りの人はみんな知ってるっていう、みんなが知ってるという、はい、なるほど、
かりました、ありがとうございます。質問どうでしょうか。あ、じゃあ塩川さんお願いします。あ、マイク、はい、マイク。衆議院議員の塩川です、ありがとうございます。地方、まあ、地方議会での、 統一教会のさまざまな政策的な動きっていうのが現れていると思うんですけれども、特に家庭教育支援条例を地方議会で採択をするということと同時に、国に対して家庭教育支援法の法制化を求める意見書、これもかなり全国的にやっているようなんですね。でそういう動きが静岡や鳥取、旭川、北海道とかであれば教えていただきたいと思いますし、その場合にその、まあ、どういう団体が表に立ってやっているのか、まあ、今の話にあるように平和大使協議会などは天宙平和連合のまあ付属組織ですよね、まあ、安倍元総理がメッセージを送ったところですけれども、結構世界平和連合という名称で結構地方議員がその会長なんかをやっているとか、そういうところも働きかけしているとかっていうのを聞くんですが、まあ、そういう支援法の意見書採択での動きとか分かれば教えていただけませんか。どなたかからでも、野手さん、あ、じゃあ石谷さんお願いします。鳥取県議会はないんですけど、鳥取市議会でちょっと提出者のところを私もよく聞いてないんで申し訳ないんですけど、法制定を求める陳情が出されたって、陳情か請願か出されたっていうのを聞いてます。ちょっとそれぐらいですけど、他どうですか。野手さん、特に旭川は特に法制化を求める検視の提出っていうのはないですね、うん、岡山もないですね、うん、市町村でも出ませんね、はいはい、他野手さんの資料で、はい、さっきお話には触れられなかった同性婚問題を考える会というのはこの相関図の中に出てくるんですけど、はい、ここの関わり、これも統一教会の関わりがあるようなんで、これもちょっと説明していただけますか。はい、その、まあ、相関図見ていただければですね、家庭教育を支援する会の役員名簿に出てくる会計監査の朝日勲さん、この方が同性婚問題では代表になっています。そして例の統一教会、総務部長の万代さんは連絡先事務局になっているということ で、この同性婚問題を考える会は市に、意見書というか陳情を出しています。同性婚などはとんでもないということですね。でこの人たちの中で3団体ぐらい作っているんです、同性婚問題で。それがいろいろと陳情を出している。だから同性婚の問題を考えようとして党の、市議会議員が質問したら、いや市民の中では反対する動きもありますのでっていう答弁が出てくる。なんだそれって言うんで調べてみたら、これらが名前、手を変え品を変え名前変えてですね、3団体ぐらいで同性婚反対の陳情を出してるってことが分かりました。なのでここに入れてみた。そして旭川でこの間やったその同性婚関係のセミナーとかシンポジウムがありました。そこはちょっとこれ見えにくいんですが、世界日報の編集者を呼んでます。さすがにこれは 市も教育委員会も講演はできませんでした。だけどこういう形でいろいろ手を品か手を変え品を変え、いろんな団体作ってやってるのは間違いないです。その横っていうかちょっと上にはポテトのホームページに掲載っていうのは、これは何ですか。ごめんなさいポテトっていうのはですね、地元 の, ケーブルテレビです。そのケーブルテレビに出て、その万代さんや家庭教育支援する会のこの上松さんっていうのは、実はその役員名簿の3番目にある人で、元地方の教育長だった人なんですが、この方が一緒にポテトに出演して家庭教育支援する会をの講演会かなんかの宣伝に行ったってことですね。それで顔が出てるのでこれをつけてきました。他どうでしょうか。さっき文科省がアンケートをやってるっていう話ありましたけど、それは掴んでます。宮本さん、キラさん、あと地方議会にやらせようとしてる。
さっきの話では、これからアンケートが予定されているって話でしたね。そう、はい、文科省が家庭教育についてのアンケートをこれからやるっていうお話でしたかね。はい、はい、そうです。旭川市がですね、今年度予算を計上して、その家庭教育支援に関するアンケートを行うと。予算っても本当にわずかな印刷費ぐらいなんですが、それでなんだこれはということを予算議会の時に聞きましたら、いや文科省がやれという指示でやるんだと。でつい最近、実は先月の24日もこれはどうなったと聞いてるんですが、文科省からまだ指示が来てないと。10月から11月ぐらい、まあ多分秋遅い頃にですね、文言も含めてこういうのをやりなさいというのが来るんじゃないかというふうに言われてますので、だからそのまま鵜呑みにしてやるなと、旭川市としてちゃんと吟味しなさいということを言ってます。だから文科省で余計なものを発しないのが一番いいんですが、ちょっとそこには戦いが必要だと思います。あの文科省のホームページを見ると、令和3年度家庭教育の総合的推進に関する調査研究というのが掲げられてますから、はいはい、これはあの文科省自身がこの家庭教育について調査研究事業をやってきたことは事実なんです。その延長上の動きでしょうから、あのその中身がね、こういう勢力の影響があるとすると、おっしゃる通り辞めさせる必要があると思っております。まあ、これはあの地方自治体で辞めさせるのとともに、やっぱり国レベルでちょっと文科省にもちゃんとこちらからも言わないといけない問題かなと思います。他どうでしょうか。こういう地方での動きによって地方議会、地方政治にこういう影響を与える、特に家庭教育基本条例の動き等々あるんですが、そのこういうその地方政治での動きと一体に信者の獲得を、それを利用している、例えばその統一教会の拠点がそれぞれの地域に作られて、信者が増えている、あるいは被害が増えているといった、そういう状況があるかどうかっていうのは掴んでらっしゃることはありますか。いいですか。具体的に掴んでるわけではないんですが、その旭川でこの間赤旗の4日付でも書いていただきましたが、2条11丁目という街中なんですよね。そこのビルの一角を使ってその家庭教会を開けているということ自体、なかなかですね、信者を見るだろうし、金の動きもあるんだろうなってことが分かりますよね。そこにあの政治家も出入りしてたりとかするということなので、相当やっぱり黙ってても広告塔の役割をね、果たしているだろうし、昔それこそ珍味を売りに歩いたとか、いろんなものを売りに歩いてきたってことは、最近はちょっとなくなってるんですが、あのいろいろな影響を与えてるのは間違いないと思うんですね。ただ具体的に信者がどれぐらい増えてるかとか、それはなかなか分かってません。ただ市議会議員の中に2人信者がいるだろうと思われています。それは海老名という親子なんですが、1人はこの後引退しようとしていて、たまたま去年補選があったので息子が入って瞬間2人になってるんですね。で彼らの言い訳は、あの父親の方は、海老名父の方はですね、30年前に信者を辞めてるんだと。なぜかというと28年前に市議会議員になってるから、そういう言い方したと思うんですね。それから去年なった息子の方は、去年あの選挙に出る前に辞めたとおっしゃっています。だけど地域ではみんな信者だということが分かっています。そういう関係にもですね、堂々と市議会に出てこれるという関係を作ってるな、それを許してるなということがあるんじゃないかなと思います。今のは所属自民党の方ですか。自民党です。はい、他どうでしょうか。ご質問、宮本さん、ちょっと。鳥取の方も統一教会の信者の議員の方いらっしゃると言ってますけど、所属政党はどうなってますか。米子は自民党公認ですね。からちょっとあと町議会の方はちょっとわからないですけど、米子は自民党です。それでただまあ今問題になってるんで、自民系、その米子の市議会議員は自民系の会派からは離脱したっていうのが最近の動きでありますけど、ただ選挙に出るときは自民党公認で、この自民党公認が比較的すぐ普通はしてもらえないらしいんですけども、あの割と早くに公認で出れたっていうのが米子の市議会議員です。
ちょっとあとはまだ確認ができてないです。はい、ありがとうございます。ちょっとマイク、この旭川なんかの場合、こんだけのことやっていて、霊感商法とか、いわゆる献金とか、そういういわゆる信者被害的なことは社会問題化はしてないんでしょうか。それがあんまり聞こえてこないんですよね。それが、まあ、掴もうと思っていろいろと、あちこちに聞いたり、協力者を求めたりいろいろしてるんですが、具体的なところは出てきてないです。まあ、何人かそれっぽいのがいるんですけど、はっきりちょっと今言えないです。岡山どうですか、島津さん。そういう被害、霊感商法、あるいは高額寄付等の、はい、統一教会被害。先日、共産党委員会で、長年統一教会と戦ってきた全国霊感商法対策弁護団 の川田弁護士という方の、呼んで勉強会したんですけれども、そこで言われてたのは、まあ、100件ぐらい自分自身相談を受けてきたと。で、最近の傾向で言うと、この霊感商法よりは、そのマインドコントロールによる信者の多額献金へと資金集めの手口を変えてきたっていうのが特徴だっていうふうにおっしゃっていて、で、と、それと集団結婚式から2世の人権被害問題などの相談もあるということで、より複雑になっているし、被害の形も、人になんか物を売っていくというよりは、献金、とにかく財産すべて出していくというようなものを報告されてましたね。はい。で、岡山県でも自民党の議員が、朝日新聞では5人って言ってるんですが、多分全然5人ではなくて、こっちで掴んでる中でももっといらっしゃる感じはしてて。それはいるっていうのは、自民党の議員の中に何がいる？うん。統一教会の会費を払っている方が一人確認しているし、そういう関係を持っている議員ということですね。信者とかじゃなくてね、はい、信者なのかよくわからないんです、そこまで。ただ2012年の平和統一連合の大きな集会、250人集めた集会に来賓で岡山県議団の自民党の県議が、元議長の県議が、複数で参加してるようなんですけど、その人の名前しか出てませんけども、その人は、韓国に行って平和大使協議会の姉妹都支援組のために岡山県の平和大使を代表して、引率団長として訪韓し、さらに北朝鮮も訪問し、そして対馬も視察して日韓トンネルの進行状況も見たという人が、この集会で現地報告をしている。いまだに現職の県会議員という人もいるぐらいです。この方は、パートナーも韓国の方ですし、うん、まあ、そういう人も、深く関わっている人もいるというのは分かってきてます。はい、今、ちょっとさらっとおっしゃったんですけど、北朝鮮にも行ってる、その人行ってる、うん。そうなんですよ。北朝鮮も行ったって書いてます。さらに北朝鮮にも訪問、そして県議団の一員として対馬を視察した議員と書いてます。本当、これ2013年の話ですから。2013年、はい、2012年の話です、これは。はい、それは正式ななんか報告で出してるんですか。平和統一連合のホームページで、岡山の結成7周年記念大会を開くという中の、報告の記述の中に書いてます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、国田さん、何かありますか？ちょっと聞こえないって。例えば、岡山などでも、ずいぶん派手なこれ、明日の日本のためにとか、こういう方がずいぶん服部さん、福島さんとか畑さんってずいぶん乗ってるんですけど、うん、この人たちはその後何か言ってるんですか、こういう問題が明らかになった後は。何も言ってません。はい、何も言ってないし、地方のマスコミの方もずいぶんこう情報くださったり問い合わせあるんですけども、報道は一切されません。
今お話しあったことは地方紙で報道なんかあんまされてないんですか？されてないです。はい。全くされてないです。今度、来週、共産党の質問で、まあ、名指しで追及というわけではいかないですけれども、この問題は質問しようと思ってます。ただ、というふうに、はい、朝日のアンケートでは関係持ってる議員は岡山では5人だったけどもっといるっていうお話ですけども、はい、把握してる範囲では何人いらっしゃるんですか？把握してる人数で言ったら、奥さんが間違いなく会員でっていうのが一人いらっしゃるでしょ、うん、まあちょっと今すぐ何人って言いませんけれども、その5人ではだけではないというのは間違いないと思っています。はい。隠している人がいっぱいいるということですよね。そうです。はい。うん。貸借弁連の弁護士さんの学習会やったっていう話、先ほど岡山ね、質問さんあったんですけど、うん、川田弁護士。うん、はいはい。岡山の弁護士さんですよね。そうです、岡山の弁護士さんです。100人100件ぐらい相談あったって、じゃあ岡山でそれだけあるっていうことですか？そうです。この方は1986年からこの被害救済に取り組んできた方で、その中で100件自分が受けているので100件ありますとおっしゃいました。他どうでしょうか？はい、旭川のこのチラシ、これチラシっていうんですか、相関図って、これなかなか見事なもんだと思うんですけどね。こういう問題について、今例えば市会議員団並びに共産党の方としてこういうチラシ撒いたり宣伝したりして、例えばこういう情報をお知らせくださいとか、なんかそういうのやってんですか？今はですね、共産党の内部の会議ではですね、支部の代表者会議とか地区委員会の会議とか、いろんなところでは出回ってます。ただこのままマスコミも見せたりいろんなことがしてますので、だいぶよそに出回ってるらしいと。それからここの出てるいろんな役員名簿とか名刺とかはマスコミ各社では野戸谷茂市議提供ということで出回ってますので、だいぶ出てると言っていいんじゃないかなと思いますね。これ第5版ぐらいを作りました。何回も改訂してきましたので、この後も少し関係を出したいなと思ってます。それでちょっとついでに言わせてもらえればですね、その相関図以外にその議員の方の政治関係の相関図も作り始めてるんですけども、それがやっぱりですね、いろいろその全国地方議員連絡会議っていうのがあるんですが、そことその全国地方議員研修会っていうのがあって、そこがですね、相当長いことかけていろんな右翼団体と統一教会と一緒にそこに集まって研修してるという実態が出てるんですよね。だからそれをちょっとこの後がっちり調べていきたいなと思うんですね。それが平和大使協議会の領収書を発行してたりとか、モラロジーという右翼の中心思想だったり、高橋志郎という麗澤大学の教授、歴史教科書を作る会ですね。そういう人たちも招いてですね、やっぱ今旭川で家庭教育支援で起きているような、なんで日本会議と統一教会が一緒にやってるのよというようなことが、実は何年も前からこの全国地方議員連絡会議の中では行われてるんですよね。でずっと要請してきてるんじゃないかと、地方議員をこういう思想の中に、それらがこぞって全国で家庭教育やいろんな同性婚の問題、いろんなところでやろうとしてるなっていうことがちょっと見えてきたので、今別な相関図を作ろうとしてるんですけども、それを活用していきたいと思います。すいません、今の旭川のお話で先ほど私もちょっと紹介した遅れてないって言った話の井出金蔵さんの資料によると、そのまさにその話が載っていて、で全国地方議員連絡会議世話人会の中に東邦義はいはい、さんも入っておられて、はい、世話人になってます。でその中でうちの福島京子さんが特別報告をして、全国になろうみたいなになっていて、でしかも
2015年からその会議は開かれていて、今回で6回目だってことなんで、毎年この時、春に、この手の話をひたすらやってるっていうのは、まあ、本当ははっきりしてきてるなと、うん。ここで100人ぐらい地方議員が集まっているってことなんで、そういうことなのかなと私も感じます。はい。はい。はい。あ、山添さんどうぞ。岡山の資料の中に、霊感商法の対策弁護士連絡会の申し入れ書が入ってますけども、こういう申し入れ、まあ、各地で取り組まれてきたものだと思うんですが、それについて今は当局の側はどういうふうに、どういう認識だった、あるいはどう受け止めたとか、何か説明していることはあるんでしょうか。ありがとうございます。これが2013年に弁護士会の皆さん出してくださっていて、で2018年にまた大きな集会をして、講演もしたし会場も貸したってことで、全く反省してないじゃないかっていうことを、今回来週ある質問の1回目トップに持ってきています。やはり随分警鐘を鳴らされてて、知らなかったとか分からなかったとかいうことの言い訳が通じないなというふうには思ってます。ただこの時は統一教会という名前を使っていて、この当時はまだ統一教会だったんです。でその2018年は統一教会という名前を使ってないけれども、結局平和統一連合とか平家庭連合とか、そういう言葉を使って申請されているので、やっぱごまかしは効かないと、すぐ調べれば分かったじゃないかということで追求しようと思って、知事にこれは認識問いをとこれからしようと思います。はい。予定した時間そろそろ来るんですが、他にご質問ありますか。いいですか。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。地方議会いろいろとお忙しい中で、ご協力いただきありがとうございました。私たちも地方政治をこうね、歪めていったっていう問題とともに、やっぱりそういったことを利用して信者の獲得をし、被害を広げていったっていう、そういう側面も含めて、この問題しっかりと解明していく必要があるかなって、今議論をしているところでありますので、引き続き力を合わせて頑張りましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれで終わります。